こんにちは、金黒です。AirPods が耳に合わない人やスポーツされる方には朗報です。パワービーツプロが発表になりました。金黒レビューチャンネル。AirPods 第2世代を使うようになってからは、音楽配信サービスで BGM のように音楽を楽しみながら生活しています。ワイヤレスなどですごく動きやすいっていう便利さがあるんですが、若干この AirPods 私の耳には少し小さい感じで、耳に装着して首を振ると少し AirPods がこの耳の中で微妙に動く感じがするんですね。実際に外で歩きながらこの AirPods も使ってみたんですが、車に乗り込む際に AirPods がポロンと取れちゃったこともあります。残念ながら私はこのAirPods に少し嫌われた人種です。ただこの耳からうどんと言われているこの感じのデザイン、この長い部分が結構こうつまむときにすごくつまみやすくて、すぐ外したいときはすごく便利です。デザイン性はちょっと微妙な感じがしますが、さっと取り付けたりさっと外したりというのはこの AirPods すごく便利なんですね。ただやはり外で使うときは不安なので、今回出たパワービーツプロ、外で使うときはすごく便利なんじゃないかなというふうに思います。こちらがパワービーツプロの公式サイトです。価格としては 24,800円のお値段になっています。まだ予約はできませんが、欲しい方は横の通知を希望するでメールアドレスを登録できます。パワービーツプロの特徴は大きく3つで、最長9時間の再生可能で、スポーツなどで汗をかいた時の水分にも強そうです。またいろんな方にも合うような、耳に調整可能できるようなフィットするイヤーフックになっているようです。さらに細かくパワービーツプロを見ていきましょう。ワークアウトのために進化を遂げた高性能イヤホン。今までのパワービーツは左右にケーブルでつながっていましたが、パワービーツプロは左右独立型です。ケーブルがないことによって動きの制限が少なくなると思います。迫力の高音質サウンド、結構ボディが大きいイヤホンになると思いますので、音質を改善するのにはしやすいデザインだと思います。離れていても接続を維持、スポーツで使うときは端末とパワービーツプロが離れるときがあると思います。通信範囲の広いクラス1 Bluetooth テクノロジーが採用されていて、音の途切れを低減しているようです。激しいワークアウトに耐えるデザイン、これも結構大事なところで、調整可能なイヤフックが耳に装着しても安定している状態が保てて、スポーツなどで汗をかいても耐えれる性能になっています。そして長時間のトレーニングに最適なパワービーツプロ、1回の充電で9時間再生できるようです。さらに長時間使用可能なバッテリー、ケースが AirPods のように充電ケースになっているので、ケースを利用することによって最長24時間の連続再生が可能です。また高速充電のファストフィールにも対応してて、わずか5分で1時間半使用することができたり、15分の充電で4時間半使用することもできます。音声操作での長時間のワークアウトをサポート、 iPhone や iPad などの iOS デバイスの Siri を使ってハンズフリーコントロールができます。またさまざまなデバイスの音声機能を B ボタンを使って操作することができるようです。オーディオを自由自在にコントロール、これも結構便利そうで、 AirPods は単体でボリューム調整ができませんが、 PowerBeats Pro はボリュームアップボタンがあるので音量調節ができます。あと AirPods と一緒なようにイヤホンに装着センサーがついているので装着してすぐ使えます。
また耳から外すと AirPods のように音楽が停止されます。また B ボタンを押すことによってかかってきた着信を拒否することもできます。カラーとしては全部で4色用意されていて、アイボリーとブラックとネイビーとモスグリーンが用意されています。同梱物としてはパワービーツ本体と充電ケース、4種類のサイズのイヤーチップ、ライトニング USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、保証書になっているようです。金黒レビューチャンネル。パワービーツプロは AirPods 第2世代と同じ H1 チップが採用されているので、 iPhone、iPad の接続がかなり早く、ケースから取り出して耳に装着してタップするだけで音楽再生できます。これが一般的な Bluetooth 接続だともう少しもたついて時間がかかるんですが、 Apple 製品はもう素早く音楽再生までできるっていうのはすごく便利なところで、 Beats も Apple 傘下になって H1 チップを採用しているっていうことは同じ体感ができると思います。また iPhone、iPad、Mac などのデバイス間の切り替えも H1 チップで速くなってたり、音の遅延も改善されています。実際動画や映画をこの AirPods で使ってても音の遅延あんまり感じませんので、 PowerBeats Pro も音の遅延は少ないんじゃないかと思います。また本体をケースに戻して充電できるっていうのは、外に出かけた時にすごく安心感があるのもこの AirPods のいいところなんですが、 PowerBeats Pro も同じようなことができると思います。さらに PowerBeats Pro は3つ優れたところがあって、1つは耳に装着した時のフィット感の調整ができるっていうのはすごくどんな人でも使えるっていう良さがあって、 AirPods のように人を選ぶことがありません。2つ目は AirPods よりどうもデバイスとの距離を離しても使えそうで、そこも少し便利そうだなというふうに思いました。3つ目は AirPods は単体でボリューム調整ができませんが、 PowerBeats はこのイヤホンの方で音量調整ができるっていうのはすごく便利そうです。そんな PowerBeats Pro ですが、ちょっと気になるポイントとしては防水性能が高いということは若干音質的にどうかなという心配が少しあります。まあ、音質的に改善されているとは思うんですが、あんまり防水性能の高いイヤホンで音がいいと思うものはあんまり使ったことがないので、その辺は実際使ってみないと分かりませんが、 PowerBeats Pro は AirPods よりもさらに使い勝手良さそうなので、すごく興味のあるイヤホンです。最初何気なく見たときは今ある PowerBeats 3ワイヤレスのケーブルのないタイプかなというふうに思ってましたが、よくよくじっくり PowerBeats Pro を見ると曲線が美しく、新しくデザインからやり直しているみたいで、 23% 小型化されて 17% 軽量化されているそうです。軽量化されていると使い心地もかなりいいと思いますので、この PowerBeats 3はかなり売れるんじゃないかなというふうに思います。当初4月の発売予定というふうに噂されていましたが、実際は5月の発売予定だそうで、私もこの PowerBeats 3予約して注文したいと思ってます。こちらは BTX の公式のプロモーションなんですけど、結構よくよく見ると曲線とかデザインかなり綺麗ですね。デザイン性もうまく収めてきたなというふうに思いました。ただちょっと気になったのは、どのカラーを買ってもどうもケースはブラック一色のような気がします。カラーバリエーションはネイビーの紺色がいいかなというふうに思いました。一般的に売れるのはブラックが一番人気だと思いますけど、今 BeatsX も青いものを買って、 BeatsX 青い BeatsX は今製造されてないように、ネイビーとかモスの色は多分途中で生産がなくなるんじゃないかなというふうに予想しています。またアイボリーも、肌の色に近いのはありますが、年齢的に
補聴器みたいに見えるのも嫌なので、ちょっとイヤホンをつけてるっていうのがさりげなく主張しているネイビー、これを買ってみたいなというふうに思ってます。今回はパワーピーツプロの発表に伴い、詳しくパワーピーツについて掘り下げてみました。主にガジェット類のレビューが多いチャンネルですが、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。